吉岡塾は宮城県黒川郡大和町吉岡の上町、中町、下町地区にあった欧州街道の旧宿場。江戸時代初期の1616 16年に宿場としての定裁を整えた。山和町吉岡の上町地区や中町、下町地区の旧家が立ち並ぶ一帯が旧宿場に該当する。北側にあたる下町地区の橋が宿場の出口であった。 1804年から1818 18年の文化年間には140件を数えた。2016年には映画との利息でござる。に当時の宿場町の出来事が取り上げられた。江戸時代初めの1615年から1616 16年に伊達政宗の三男、伊達創生が3万8千国で吉岡省を築城し、侍屋敷、足軽屋敷、寺社の移転、 整備を行い、上町、中町、下町の天馬町を設置。城下町として整備し、宿場としての定裁を整えた。1662年からは、奥山市、1757年から、田だ氏が監守となり、領地を統治した。出和街道、松島道との分岐点となる交通の要所で、仙台北では規模の大きな宿場であり、黒川群の中心として、 多くの物資が集められた。仙台藩では、妖害や所の館を、伊達氏一族や有力家臣を廃止藩、独立漁師として扱っていたのに対し、吉岡塾は1500国のただ騎士の領地内であり、仙台藩の直轄領ではなかった。そのため、他の宿場と違い、仙台藩から天馬五合力が給付されず、重い海域に苦しみ、吉岡塾に家屋敷を持つのは、 損と考えた住民が少しずつ離れ、水防の危機にあった。九本寺の国運機検証被縮場の運営は、合唱が行っていたが、商人の国田や十三郎、高平重三郎と、神原屋敦志平次、笠原敦志平次は、吉岡塾の住民の貧困を何とか救いたいという願いから、武士が百姓から米を得るだけの世の中に疑問を呈し 逆に百姓が武士から金を取るあべこべの仕組みを作ることを思い立つ。黒川軍の大きも入りの千坂仲内に相談を持ちかけるなどして賛同を終え、同士と合わせ9名で足掛け8年、銭湯には入らず、水彫りを取り断食までして小銭を貯めた。彼らの構想は、占領という大金を8年かけて捻出し、その金を仙台藩に貸し付けて、 年末に受け取る一年ごとの利子で宿場を運営するものであった。何度も藩への願い上げを重ね、1773年頃に成就した。その恩恵を受けた吉岡塾は毎年暮れになると、利息の百両を手にし、吉岡塾は幕末に至るまで人口が減ることはなかった。この天末については、21世紀になって以下のような検証や紹介がなされている。 千葉家が代々世襲していたという上町の本陣を務めた場所は閉店したコンビニエンスストアートとなり当時の面影はない。中町地区には上州や醸造所の門や倉、国田や大賀森や下町地区には早坂種類醸造所など王子の建物が残っている。宿場の出口にあたる下町地区には欧州街道と出羽街道の追い分け道標がある。 ありがとうございます。